いやいや、どうも、プテラタカハシでーす。一週間お疲れ様でした。いやー、久しいな、マジで。今日は、2020年3月27日の、17時13分ね、お疲れ様動画撮っていきたいと思います。今日はね、自分で作ったカレープラス、その辺の市販の唐揚げをトッピングした、唐揚げカレーです。よし。なんか、この間、はっちゃんと一緒に、はっちゃんとオリラさんと一緒に、なんか、デッドバイデイライトした時に、唐揚げカレーの話になってちょっとトッピングしたくなっちゃいました。じゃ、早速、食べていきたいと思います。飲み物は、爽健美茶ね。じゃ、皆さん、一週間お疲れ様でした。乾杯。いただきます。うん。うまい。というわけで皆さんお久しぶりですね。実はね、3週間ぶりの投稿なんだよね。なんでかっていうと、1週目は旅行に行かなきゃいけないってなって、ちょっと撮れなかったんだよ。旅行が金曜日出発だったから、どうしても金曜日撮れなくて。で、その後帰ってきてすぐ熱出しちゃって、それでまたその熱が長引いてね、で、金曜日お疲れ様動画また撮れなかったんだよね。で、月曜日には治ってたんだけど、今週の、じゃあ火曜日かな？完治したのは火曜日には治ってたんだけど、まあ、もういっかと思って、金曜日にね、しました。はい。じゃあ食べます。これ自分で作った。美味しいでしょ、結構。美味しいでしょ。美味しそうでしょ。いただきます。うん。うまい。唐揚げもいただきます。うん。うん、うまい。でね、まあ、今日は話すことたくさんあるんだよ。3週間経ったからなんて。まあ、まず旅行は、旅行のハイライトは、スポーツをね、6時間ぐらい体育館を借りてやったんですけど、まあ、体がバキバキになりました。そして体がバキバキになって疲れからか、まあ、熱も出してしまったっていう。まあ、それが旅行の思い出ですね。で、それが終わって、まあ、熱出て風邪ひいちゃったんですよね。その治りがもうまあ遅い。これはね、多分ね、僕が普段から運動してなかったり、免疫力が下がってたんだと思うんだよ。太陽光浴びてなかったりね。だからかわかんないけど、この年、病院は行かなかったんだけど、まだね、そんなに年老いてもないはずだけど、もう、まあ治りが遅くて、なんだかんだ風邪ごときでね、5日ぐらい死んでましたね。5日ぐらい調子悪かった。そんなある？5日どころじゃないか。もっとかも。6日ぐらい。それがね、結構きつかったな。だから皆さんもね、やっぱ適度に運動しないと、結局、時間的にね、きつくなってきちゃうよね。気をつけましょう。うん。っていうのが、まあ、先々週の、まあ、まとめです。多分お疲れ様動画撮ってたら、具体的な旅行の話とか、風邪しんどいよねって話をしてました。これ結構多いな。僕の行ってた大学の学食の大盛りぐらいある。もうちょっと多いかも。特盛りほどじゃないけど、大盛りぐらいはあるな。器が結構大きいから大きく見えるけどね、米的にはそんな入ってないですよね。250g ぐらい。あとルーはね、このお玉4回分ぐらい。ルーは結構多めに入ってる、だから。うん。ちなみにカレーの具はね、ナス、昨日作ったんだけど、ナスと、玉ねぎ、あと何や、鶏肉、じゃがいも、
人参5種類も入ってるよ。で5種類も入ってる、なんでカレーを作ろうかなって思ったかっていうと、僕ね最近ね、もう4日目ぐらいかな、一食500円、絶対一食絶対500円いない縛りみたいなものをやってて、で4日前ぐらい始めて、その時から、まあ、一食ってさ、一食500円って2食で1000円とかじゃないんだよ。だからおにぎり2個プラス夜ラーメン食うみたいなのはダメなのね。夜がおにぎり2個で300円、夜のラーメンで700円だ、それアウトなんですよ。で一食必ず500円以内に抑えなきゃいけないってルールで最初やってて、で牛丼並盛、例えばネギ玉牛丼並盛とかだと一食480円とかだよね、すき家だと。とかあと松屋の牛丼なんだっけあれ、松屋のなんだっけ、ネギ塩豚ロース丼とか、あれも500円ジャストなんですよ。あとガーリ、今ね新商品ガリ玉丼、あれは490円とか80円とか忘れたけどくらいだから、まあ、そういうのを食べて毎日食べてたのね。それをね3日ぐらい続けてて、さすがにちょっとこれ野菜取れないなと思って、野菜が取れないんですよ。なんかある時その牛丼屋さんでランチセットみたいなのがあって、野菜と牛丼と卵で500円みたいなのがあったから、まあ、それ食べたけど、そうじゃない限りちょっと野菜がとりあえずしんどいなと思ったんで、まあ、カレーをね自作することにしました。で一応一食500円縛りだったんだけど、まあ、ちょっと自炊になるとどうしても500円以内に会計を済ませなきゃいけないから無理じゃん。だから渋々2日で3000円とかの、違う、僕1日2食しか食べないから2日で2000円とかかっていう縛りをねちょっと解禁して、今2日で2000円にしてます。でこのカレーを作るために購入したその合計金額がだいたい900円ぐらいだったから、で900円で5食ぐらい作れてるんですよ。だから唐揚げを今日はトッピングしても大丈夫。唐揚げをトッピングしても1日500円の制度を破らずにちょっと豪華なご飯が食べれてます。え、素晴らしいね。やっぱりなんか今ウイルスの影響でさ、どこもかしこも行けないしね、景気も悪いしね、大変だよね。だから頑張んないと、みんな節約とかしてね。これもしまあ、いたらでいいんだけど、陽キャの、ね、僕の動画見てる陽キャの皆さんって今何してるの？例えばさ、なんか、商業施設？ディズニーとかさ、読売ランドとかさ、今軒並み行けないじゃん。まあ、田舎の人たちはあんま関係ないと思うんだけど、東京にいて、例えばディズニー年パスを持っていたとかさ、なんかもう行きまくってましたみたいな人とかってさ、今何してんの？もう物理的接触を避けるって言われてんじゃん。だからすることを難しくない？今まで遊んでた人、あんまりゲームとか別にやらないよーっていう人とかって、今なんか飲み会とかも自粛じゃん。何してんだろう。むしろさ、まあ、居酒屋で飲み会するというその行動はさ、例えば週末外出自粛っていうのあるけど、まあ、休養休務ではほぼないじゃん。居酒屋で飲み会することって。営業してる意味あんのかなと思うんだけど。うん。バイトとかで、出勤とかあるんですかね、そういう人たちは。あと、そうだ。僕以前ね、前に Life is Strange っていうゲームを実況してたんですよ。でもサブチャンとか半年ぐらい更新してなくて、やばいなーと思ってた矢先、3月26日だから昨日だねに Life is Strange 2っていうのが発売したんですよ。それやろうかなと思って購入したから、
まあ、このお疲れ様動画が3月27日の22時ぐらいに投稿されてると思うんだけど、まあ、23時ぐらいから多分やります。なので皆さんぜひ見てください。なんかね、主人公はもう全く違うらしくて、まあただ超能力を持った男の子が、まあ、活躍していくっていう多分話なんだけど、僕ねマックスが好きだったんだよな。マックスが前の主人公ね、女の子の。今回なんか男兄弟の話みたいだからさ、大丈夫かな、ちょっと可愛いポイントとかない、あるといいけど。うん、食べ終わった。ごちそうさまでした。よし、あとそうだ、あの先週ね、先週なんだっけ、ゆり猫さんという方が主催している、まあ、たくまさんが協力しててしてる白老杯っていうの出たんだけど、なんかそれもあって、なんかねこれからね結構たくまさんと一緒にいろんな大会とかね出たりすることも多いと思う。なんか結構誘ってくれるみたいでね、ゆり猫さんとかもまた誘いますって言ってくれたからね。またあんまり最近とか大会とかさ、僕参加せずにね、まあ見守っただそれを見てたりね、あそういうのあったんだなーとか配信でちょっと言うだけだったと思うけど、まあ、せっかく誘ってもらえるならね、まあ、やっていこうかなと思うから、よかったら応援してください僕をね。配信とかであれあんのかな、観覧席みたいなの分かんないけど、まあ、大会っていうのは基本的にはその僕とかが配信枠を設けないで、後で結果を残す、結果をね、あの発表するやつじゃん。こういう大会に出てきましたよみたいな、その実施点をこう公表しちゃうと分かっちゃうからね、あれが見られちゃうじゃん。例えば賞金とか勝ってた場合はね。だから結局配信とかしないけど、その全体の観戦とかでやるかもしれないから、まあ、そういう時あったらぜひ応援してください。というわけで、じゃあ久しぶりのお疲れ様動画はこれで終わりにしたいと思います。皆さんお疲れ様でした。1週間、来週もまた頑張ろうぜ。じゃあねー、お疲れ様、バイバーイ。